あ、どうもこんにちは。埼玉のシンガーソングライター、トモキと申します。よろしくお願いします。今日もですね、歌、ボーカル、ミックス、ボイス練習されている方に向けて、まあ練習のね、ヒント、コツなんかを一つご紹介しようと思っております。まあそんなにね、大した仰々しく、まあこのテーマとしてね、取り上げるほどではないんですが、意外と効果的な方法です。まあこんな方に向けてですね、まあ普通にミックスボイスとか高い声を発声するような歌を歌う練習をしている方に向けて、地声の張り上げしちゃうとか、喉を締め付けちゃうとか、まあ要するにミックスボイスの発声の習得苦労している方、まあこんな方に対して、まあこれをやるとかなり歌、あとミックスボイスの発声とか、まあその地声の張り上げ解消、喉の締め付け解消につながりやすい練習方法です。ちょっとね、前置きが長くなりましたけど、それ何かっていうと、小声で歌うということです。小声。あらら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 、まあなんかこう、例えば自分でも勉強しながらとか、なんか仕事しながらとか、家事しながらとかでも、もうなんか鼻歌で口ずさむような、あんな感じのノリの、まあ歌うような感じです。まあ口ずさむとか、鼻歌をするみたいな感じの延長上の小声で歌う。ならら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 らみたいな感じです。小声で歌うことがなぜいいのかっていうのは、まあちょっと後半理由を解説しようと思うんですけど、私も実はミックスボイスとか、まあですね、グレイの曲が結構好きで、まあその曲というか、まあグレイが好きで、その曲を歌いたいがために歌の練習を始めた口なんですけど、皆さんグレイご存知だと思うんですけど、聞いていただけたら分かる通り、まあだいぶハイトーンの曲が多いんですよね。まあ結構私はグレイの B ラブドが好きで、その曲を練習して歌の練習をね、いっぱいしてたんですけど、まあ散々喉は潰すわ、地声で張り上げて全然音は出ないわ、2曲目は全然歌えないわっていう散々な時代があったんですけど、その私の、まあ、グレイの B ラブドを練習しててなかなか歌えない時期でも、あれ俺今歌えてたんじゃねと勘違いするようになっちゃうぐらいうまくいった時があったんですよ。それ何かっていうと、冒頭でお話しした小声で歌ってる時だったんです。まあ例えばですけど、カラオケでしっかり歌ったりとか、まあスタジオに来て歌ったりする時っていうのは、まあしっかり声を出して、なーなーみたいな感じでこう声をバッと出して歌うと思うんですけど、小声っていうのはなー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 みたいな感じで、声の厚みはないんですが、音としてはすごく取りやすく、発声としてもしやすいということが、まあ皆さんも多分お分かりかと思いますが、小声の状態というのは普通のあの発声よりもかなり声帯にも負担が少ないような発声になっています。まあこの辺ちょっと理由をね、まあこれからお話しようと思うんですけど、小声で歌うとなぜそんなに歌いやすくなるのか、まあもう、ね、当たり前ですけど、もう小声っていうのは裏声もね使いやすい状態なんですよね。高音でもなー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 やがてくみたいな感じの裏声を混ぜられるっていうのも一つありますが、まあちょっと一個一個いきましょう。まあ三つぐらいちょっとポイントを上げていこうと思います。小声で歌うとなぜ歌いやすいのか、ミックスボイスっぽい歌を、高音の発声もしっかりできるようになるのかっていう理由、ポイント1個目ですね。声帯、声帯閉鎖、高音太く発声するときに必要な動きですが、その時に喉が詰まってしまうことがよくあります。まあ喉締めと声帯閉鎖が同時に起こってしまうことがよくあるんですけど、小声の場合っていうのは絶対に喉っていうのは締め付けにくい状態になってます。まあ小声って、つまりこのハハ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 ハ、まあぜひ発声、小声の発声してもらうと分かると思うんですけど、ちょっとこう息混じりな感じ、ため息というか息が混じった声になると思うんですね。だだ、普通に発声すると、あ、そこまで息が混じった感覚しないと思うんですけど、ハハハハハ、小声にしようとすると結構息が混じると思うんですよ。はー、まあ小声なので、あーとこう声が大きく出ちゃうとまずいので、はー、ボリュームを抑えようとすると、はー、息が混じると思うんですね。でこの息が混じった声っていうのは、もう喉が開いた状態がずっとキープされるっていうことです。まあつまりこの状態、小声の状態で、はー、喉締めをすることが非常に難しい。つまり小声を発声することで喉を自然に開くことができ、そのまま高音域までの取りに行けるので、まあ裏声っぽくはなりますが、まあ
発声のフォームとしては非常にいい状態、まあ、つまり喉を開いた状態っていうのをキープしやすいので、小声というのは非常に歌の練習としておすすめっていうことです。まあ高音でやろうとも喉締めが起こりにくい、まあ、それは息を、ま、あの息混じりの声になるので、息混じりということは声帯は開いた状態にはなりますが喉も開いた状態になります。つまり喉締めが起こりにくい状態、これが1個目です。で2つ目が声帯そのものを痛めにくいということですね。声帯の、閉鎖をするとあー地声のような太い声になります。で逆に声帯は少し開いてあげると声は弱くなります。声帯が開いた状態で声を出すと、声帯を痛める時ってどういう時かというと、なーっとこう声帯の閉鎖を力強くやりすぎてしまって強い息を当てたりする。声帯そのものに、痛み、まあ、負担がかかる時というのは要は強い力がかかりすぎてしまった時に痛みやすくなるので、逆に言えばこの声帯を閉じる力を弱めてあげる小声で歌っている限りは声帯は痛みにくいっていうのが、まあ、一応の理論であるってことですね。で、まあ、よほどはーもうなんかこう声帯を開いてるんですけど強い息でバーってやりすぎても声帯にはある程度負担がかかると思うので、まあ、小声のはっ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 ていう、まあ、声帯が開いた状態で息の通りも自然な発声をしている限りはまず喉は痛まない、まあ、それこそ何時間でも歌えちゃうぐらいの気持ちで歌えるっていうのが、まあ、ポイント2つ目、まあ、メリットとも言いましょうか。喉を痛めにくいのが小声で歌う、まあ、メリットですね。2つ目です。まあ例えばお風呂とかね、まあ結構お風呂場で歌う方もまあまあいらっしゃるかもしれませんが、結構お風呂場も理にかなっていて、やっぱり湿気湿度があるので、まあ、喉声帯を潤しながら小声で歌うこともできるので、まあどこ場所をね選ばず、まあ、お風呂場とか、まあ、あんま近所にね響いて迷惑な場合は控えながらですけど、小声で歌うメリットはこんなところにもあります。まあ、ポイント2つ目は声帯を痛めにくいってことです。で3つ目ですね、まあ、これはまあ言うまでもありませんが自宅でできる練習方法です。まあ、小声なのでどうしても歌の練習っていうのは騒音とか緊張迷惑っていうのと、やっぱこうやってスタジオに来ないとなかなか歌えないっていう事実ももちろんあるので、まあこうやってねコロナで外出できない時って自分で練習どうやってやろうかって時に小声で練習するという発想方法選択肢を持っている人にとっては自宅でいつでもどこでもできてしまうっていうメリットがあります。まあこの辺はね、まあ、ある程度ここで改めて言うまでもないと思うんですけど、基本的には、まあ、歌の練習っていうのはどれだけ練習したかによると思うので、であればどこででも練習できる環境を作っていくのが一番いいっていうのは、まあ、セオリー、まあ、本当に歌った練習量がそのまま歌唱力につながってくるっていうのは、まあ、ほとんどいろんなねどの分野どのジャンルスポーツでも勉強でも仕事でもビジネスでも何でもそうですけど、積み重ねてきたものがそのまま力になるっていうのは、まあ、間違いないと思いますので、この小声で歌うっていうのを選択肢として持っておくと非常に歌唱力アップにもつながるんじゃないかってことですね。でもちろん小声だけでも、単純に歌発声、まあ、体を使ったブレス、こう地声の太さを持ったまま高音発声するっていう練習は小声では、まあ、なかなか、実際そこまで同じような練習ができるかというと難しいはあるんですけど、さっき言ったみたいに喉締めをしない歌い方を体に覚えさせるとか声帯に負担をかけない練習方法であるとか、まあ、自宅でできる練習方法っていうことを考えると全然練習のパターンとして取り入れてもお釣りが来るぐらいの、練習方法だと思います。小声の発声で喉締めをしない、つまり喉を開けて歌うという癖がつけられていると、今度実際にはなーこう地声の声の太さをつけて歌う時にもちょっと喉を開ける感覚を覚えていれば、その喉締めあんなーこう地声の太さをキープしながら持っていくっていう練習の時にも喉締めを解消するヒントにもなり得たりするので、まあ結構ね小声だけでは全ては賄えませんが小声で得られるものは大きいっていうことです。まあ、ぜひね歌ボーカルミックスボイス練習されてて、まあ、地声の張り上げとか喉締めしちゃうとかミックスボイスの発声のコツつかめないって方は
まあバカにせずにぜひ、まあ一回ちょっと試しにやってみてください。小声の練習ぜひあのどこでもできますし、まあ、喉の負担も少ないですし、まあ、あのうまくすれば喉締めの解消もできたりすると思いますので、まあまあまあ練習のヒントの一つとして、捉えていただけると私も嬉しいです。こんな感じでね、歌ボーカルミックスボイスに向けて、あの練習されていくに向けて、練習のヒントなどもお届けしますね。チャンネル登録、いいねボタン、いただけると私も励みになります。お会いしましょう。